ファーメイジングの加藤です。ベンチャーナビご覧の皆様こんにちは。今日は起業を目指されている方に一言メッセージをということなので、そうですね、一番思うのは自分はこう何かを見てるよりやる方が好きだなと、同じアホなら踊らんにはそんそんと思うが自分だというふうに思うタイプの人、それはすごく起業に向いていると思います。これは優秀さではなくて人間のタイプなんですね。見てる人やサポートする人、応援するのが得意な人も、冷静に見て分析したり批評したりするのが得意な人もいると思うんですが、何よりもやりたいのだと、笑われても何でもいいからやりたいのだっていう人にはすごく起業は楽しいし向いていると思います。あとはその起業するとですね、自分をモチベートしてくれる人はいないんですね。褒めてくれる上司ですとか、給料を上げてくれる人もいませんので、自分の中にどれだけモチベーションの燃料を持っているか、これをちょっと見極めてもらえればなと思います。もう後から燃やせる燃料を持ってるよっていう人は、もうとにかく何の領域でもやってみたらいいんじゃないかなと思います。ぜひ仲間になって、業界をとか日本をとか世界をとか一緒に盛り上げていけたらなと思います。ありがとうございます。